こんばんは。話題の注目企業をご紹介するザ・プロジェクト日本企業ナウ。この番組では明日の日本を明るく元気にするヒントを求め、注目企業の成功の秘密を企業のトップやキーマンにインタビューしていきます。社会で注目されるキーワードをもとに、毎回さまざまなテーマに沿った企業を取り上げてまいります。携帯電話をはじめとするブロードバンドの普及に、その営業力で大きく貢献してきた株式会社ネクシーズ。最年少で東証一部上場を果たした近藤社長率いるネクシーズグループ。その栄光をつかんだのは社員の勇気と社長の決断でした。現在日本において 90% 近い普及率を誇る携帯電話。約20年前、初期費用だけでも20万円もした携帯電話がこれほど普及するとは誰も想像しなかった当時、未来をイメージし実現した男がいた。ネットコマーシャルってのがあって、それで月々2000円で若者には携帯持てるぞってやったの。でそっから火がついてったんですよね。だから今言ったようにまだドコモもない時代。近藤高見、19歳、元で50万円で日本電気通信を設立。電話加入券をクレジット会社と提携し、月々2000円という低価格を実現。四国でのトップセールスを記録し東京に進出。このシステムを携帯電話に応用、さらに代理店ビジネスへと発展させ、爆発的に携帯電話を普及させる。鼻で笑われたんですよ。そんな携帯電話月々2000円でみんな持たないと、基本料金高いからと、通話料金も高いからと、若者そんな持たないと。でも僕は絶対若者が持つっていうですね、まあ、今でいう携帯電話当たり前の世界になってますけど、そういうイメージがあったんですね。頭の中でこう浮かんだわけですよ。大ブレイクしまして、もう事務所の前に何百メーターと、これオーバーじゃなくて何百メーターと人が並ぶわけですよ。電話はもうこんな状態なんですね。でもう若者やっぱ携帯電話求めてたんですね。ニーズを読む力。今の時代っていうのは物じゃなくて価値の時代が来たと思ってるんですね。今のブロードバンドとか衛星放送っていうのは、じゃあどんな番組が見れるのとかね、どんな料金なのとかね、ブロードバンドは何が速くて何が遅いの、自分に合ってるのはどんなものが快適なのかというもので、いわゆるその物じゃなくて価値の時代が来てる。その価値を見出して我々は、非常に安い安価な価格でね、お客様にそのサービスを企画して販売までを提供していると。実現する能力。仕事って想像と工夫なんだと。僕は一流では認めてもらえなかったんだよと。だから超一流を目指したんだと。期待を超えて驚かさないとダメだったんだと。仕事とは自分の目の前にあることをどれだけピカピカに磨き上げることなのかと。携帯電話の個性化を予見し、 X ジャパン携帯やフェラーリ携帯を企画販売。さらに懸賞応募の無料キャンペーンによって新たなマーケティング力を獲得。その独自のビジネスモデルで飛躍を遂げた近藤は、新たな目標として上場を目指す。で僕はベンチャーっていう言葉がない時代に会社を作ったんですね。上場って誰も言ってない時に僕は上場っていうことを言い出したんですよ。でこれも決して天才的に僕がですね、未来を見越して上場ということを発したかった、全くそうではなくてですね、28歳の時に、これもある某番組なんですけども、東京タワーをバックに夢を語ってくれって言われたわけですよ。ここは決めなあかんというふうに思ってですね、あなたの夢は何ですかというテロップに対して、僕は夢が2つあると。一つは日本一になることですと。そしてもう一つは上場することですということを言ったんですね。これなんで言ったのかというと、上場って誰も言ってなかったから意味が分かんなくて、上の場って書くから、なんか上場って大きくなることかなみたいな、会社がこう成長することを上場って言うのかなというふうな、ぐらいのことを思ったんで、なんかソニーとかホンダとか言ってるしみたいな、それで、言った言葉なんですよ。僕の先輩たちがその番組を見ちゃうわけですよ。近藤出とるぞということで、で見たら見たで上場するとか言ってるわけですよ。もうみんなから電話かかってきて、お前はアホかと、ね、お前の会社何人やと、当時10人ですと、売上なんぼだと、利益なんぼだと、お前の会社が上場できる確率なんて 0.00001% もないと、ね、お前ね、そういう公共の電波使って、ね、恥ずかしいことを言うなと、こういうこと言われたわけですね。
ただその時に上場とはこうで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 って説明してくれたわけですよ。で僕それ聞いててかっこいいなと、上場ってかっこいいなと、ね、僕ね、ごめんなさいちょっと話変わるかもしれないけど、若者に言いたいことがある、ね、大人になっていくと、大人になっていくとどっかで大人は、ね、お前の言ってることは理想だということが あります、ね、で努力してない人が、ね、お前それは理想だぞって言われたら仕方がない、努力してないんだから、大人に注意されたらそれはもう努力してないんだから理想だって言われても仕方がない。だけど努力してもうやる気じゃなくて本気で一生懸命頑張ってるんだったら、いや理想は現実にするまでの過程を楽しむもんだと、ね、理想を叶わぬ夢とするならば人生何が面白いんだというふうに、ね、心の中で僕はね強く思ってもらいたいなというふうに思うんですよね。しっかり考えた上で、ね、勉強した上でという知識が全く長いないとこから始まったけども、でもね先輩からそう言われてね、ね、会社帰って僕は社員に言ったんですよ、上場させようぜと。社員がキョトンとして、10人の社員がキョトンとして、上場って何ですかと僕に言うから、僕は言ったんですよ、知らんと、ね、かっこええやないかと、要するにソニーだと、要するにホンダだと、要するに松下なんだとって言ったら、みんなかっこいいっすねと、ね、そっからみんなで動きながら考えまくりました、動きながら勉強 しまくりました。そうすれば景色は変わってくるんですね。今まで見たことない景色、背伸びすると見えてくるわけですよ、ね、そうやってこの会社って上場に向かってったんですね。こうして上場を目指す近藤は広島、福岡、大阪、仙台と次々に支店を開設。2000年、社名をネクステルに変更。上場へ向けて着々と準備を進める。そうしたら風が吹いた、アメリカからナスダックジャパンという形でナスダックが上陸して、そして日本国を慌ててマザーズという市場を東証に作ったんですね。でこれがベンチャーブームの到来、ね、になってくるわけですよ。でその風に我々うまく乗りましてですね、その前からあの準備したから、これがなかったら上場なんかできなかった絶対に。本来の上場よりも2年早い2000年の4月25日にマザーズで上場することが決定したんですね。でこれ決定ってどういうことかっていうと、株価も決まり、ね、市場からどれぐらいのお金が、何十億のお金が入ってくることも決まり、で証券コードも出て、全てがもう完了したと。新聞にも、ネクステルなど上場申請通るということが新聞でも書かれました。それぐらいベンチャーとして注目されたんですね。ところが上場する2週間前に、ね、証券会社から呼び出しがあって、僕の前で、土下座をして、その証券会社の担当の人が、今回の上場は諦めてくれと、IT バブルが弾けるということを言われたんですね。でね、これまでもいっぱいありました。頑張ってもできないことね、そもそも頑張っても人間ってできないことのが多いわけですよ。頑張ってもできないこと、でも諦めなかったら挫折にならない、そのまま頑張ったら何かができるというふうに信じてました。だけど世の中の情勢が変わったから今回諦めてくれって言われるのは自分たちの努力の範囲内じゃないわけですね。次の日、僕はその言われた次の日です、飛行機の中にいました。ぼーっとした状態で飛行機の中にいました。一旦やめてくれっていうことやからまたできんのかなとかですね、どうなるんだろうとかですね、なんかこう実感がない状態で飛行機に乗ってたんですね。そしたら何気なくもらったシュワデスさんからもらった日経新聞、デカデカとネクステル上場取り消しと、直前取り消しは20何年ぶりとかですね、マザーズ第1号って書いてあったんですよ。世界中でネクステルギブアップ IPO って書かれました。なんで上場もしてないちっちゃな会社が、世界に報道されるのと、今でもないと、なんで報道されるのっていうと、それは日本の IT バブルが崩壊したことは世界に報道され、その第一号の生贄企業だったから。最悪の役回りでした。日本に帰ってきたら嫌なことは三流ドラマのように続きました。一つ目、
銀行が全面撤退、利益出してるんですよ、でも資金を全部撤退と。理由はと聞くと、それは我が国において、上場直前に取り消された会社が再度上場した前例がないということでした。その時はもう社員結構いましたよ、100人200人クラスでいましたよ。今やから言います、キャッシュポジション100万切るところまで行きました。完全に黒字倒産、これ初めて言うけど、完全に黒字倒産の状況に追いやられたんです。これ本当にそうなんです。一つ目銀行引く、ね、そして二つ目はマスコミですよね、世の中騒ぐ、ね、三つ目もっと辛いことがあった。それ何かというと、女の子からの手紙が僕が帰国したその日テーブルの上にありました、僕の机の上に。何だろうって見たら、それは社員からでした。その社員はその1年半ぐらい前かな、実はがんになっちゃった、で会社辞めるって言いました、その子は。だから僕はその子に、お前ねと、戦う場所が変わっただけやと、心は一つやと、お前帰ってきたらみんな頑張ってんねんから、お前と一緒に頑張ってんねんから、上場会社の社員やぞと、元気になって帰ってこいよと言ったら、その子は社長頑張ってきますと言って病院で入院したんですよね。その他の手紙だったんで、すごく気にはなったけども、銀行が引くだどうだこうだなんだかんだで、僕はもう一日バタバタしたんです、手紙開けてなかった。そしたら夕方になって、暗い顔してうちの副社長のお前が僕の部屋に入ってきて、社長海外行ってる間言えなかったことがありますと、どうしても言えなかったと、どうしたんだと言うと、その子が死んだっていうわけですよ。何を言っとるんだと、そんなわけがないと、ここに手紙があるやないかって手紙を開けたら、本当にね、こんな震えた字でね、社長と出会えて本当に良かったと、ありがとうございましたって書いてあって、退職願いが一緒に入ったんですよ。こんな震えた字ですよ、ギリギリまで頑張ったんですよ。僕それ見た時に心が折れたんです。銀行は引く、世の中騒ぐ、そして親愛なる社員が死んでいく、もうあかんと、もう俺無理と思ったんですね。これ多分経営や、多分じゃなくて初めてです、僕がダメだと思ったのは。もう辛くてダメだと。そんな時に誰が僕に勇気をくれたのかというと、それは僕が本来勇気を与えないといけなかったはずの社員でした。アルバイトが社員に悪気はないけど倉庫で会社やばいんじゃないですかって言いました。その時に社員が何て言ったかと、お前は社長を信じるのか報道を信じるのはどっちやと、俺たちは絶対に諦めないと、絶対に上場してみせるということを言ってたんですね。僕ね、もうね、これにはね感動しましたね。でね、上場を目指してる人っていうのは多分この番組見られてる方でもこういると思うんですけども、上場っていうのは情熱の点数なんかないんですよ。いわゆるその様々な機関が入ってきてね、証券会社云々がやっぱり審査をするわけですね。その審査の過程っていうのはやっぱりそのビジネスモデルどうなってるのかとか、未来どうなっていく可能性があるかとかですね、そういうことを科学的にものを見ていくわけですね。それで申請が通って上場になっていくわけですよ。でそこに人の情熱の点数とかあってはダメだと思うんですね。でも僕はやれたから言うけども、会社が勝ち残っていくということを考えたときに一番大事なのはビジネスモデルじゃないですね。やっぱり人の情熱が一番ですね。二番がビジネスモデルですよね。やっぱり人なんですよね。で僕は話戻しますけども、その時にその社員の姿を見て、これはいけると、こいつら本当にファイティングポーズ崩しないし戦えると思って、ならば僕は奇跡を起こそうと思ったんですね。当時SBI の北尾さん、生涯の恩師ですよ、ね、その恩師と出会うことができたんですね。北尾さんに、話をしました。そしたら北尾さんは僕に言いました。まあネクシス当時やっぱりそういう上場が直前取り消しになってしまう、取り消しになってるんでみんな知ってますって言ったら、世の中の人はね、ファンドだった北尾さんは当然知ってました。で僕と15分会うと言って話したんですよ。そしたら北尾さんが僕に言った言葉は、君の目は生きとると、ね、いつまでも青きロマンチストであると
そんなキザなセリフを言ってですね、僕にその当時30億のお金出資してくれたんです。銀座に花開いたヌーベルシノワ彼岸閣、プライベート感覚のサロンで心のこもったおもてなし、磨き抜かれた技で厳選された素材を生かす彼岸閣は銀座8丁目スワロフスキービル9階。ご予約は 03-3572-7111。最近娘と出かけることが多くなった。パパ、いつまでも若く元気でいてね。パパ、愛してる。パパ、いつもご苦労様。なんでそんなに恵まれてるの？こいつのおかげだな。髪はふわふわ、心は晴れ晴れ、いつも幸せふわふわボア。僕にその当時30億のお金出資してくれたんです。それが元手になって、その2年後2002年の3月6日にナスダックジャパンに上場することになったんですね。もちろんその後孫さんとヤフー BBO をあんなに一緒にやることにもなっていったわけですよ、まあ、お互いウィンウィンになったわけですよ、ね。SBI は当時数百億のリターンを得ました、ね、そういう意味では、投資としても北尾さんは成功したわけですね。僕自身も僕たちも北尾さんのおかげで生き残ることができたし、そこからまた夢を描くことができたわけですね。でそしてそのさらに2年8ヶ月後かな、2004年11月11日に東証一部に当時の最年少で上場することができたんですね。今となったらそれがあるからたくさんの、まあ、資金力もできたし、まあ、人脈も含めて今はネクシスグループは今11社、ね、グループ会社あってさまざまなことをやっていますけども、まあでもあの上場っていうのは僕らにとって何が勉強になったかと、何を学習したかっていうと、それはね、人はね、無理だと思った瞬間にね進歩は止まるってこと、不可能だと口にした途端に未来ってつまんないもんになるんだなと、人は絶望を希望に変える力があるんだなというね、大切なことをね学んだ季節だったなというふうに思いますね。上場を果たしたネクシーズはその後ソフトバンクの孫正義氏に指名を受け業務委託契約を締結、 ADSL のトップシェア獲得に大きく貢献した。そして2009年、着物着付け教室の博美総合学院を M&A で取得し、関連会社を11社としたネクシーズグループ、星野ドリームプロジェクトとともに今後の展開を伺った。博美っていう会社がネクシーズグループの11社目として、今回 M&A をしたんですね。実は20代の時から僕はその理事長の水島さん、水島さんっていう理事長からですね、後継者としてやってくれないかということを実は言われてたんですね。というかできないと、そんな伝統文化なんかできないと僕にはというふうにお断りを申し上げたんですね。ところが今回縁があって、どうしても一緒に、まあ、やりたいと、やってほしいという声もあってですね、で今のネクシスだったらこれはできるというふうに判断したんですね。でなんで僕がそう判断したかというと、ビジネスモデルが大変面白いことと、やっぱり絶対なくならないものと、ハクビってやっぱり日本伝統文化ですから、まあ、演歌みたいなもんで、まあ、絶対に日本人である以上なくならないものなわけですね。着物というもの、ね、浴衣にしたって今すごい若者来ますから。でハクビには1万人の会員さんがいて、そして先生方がやっぱ700人以上いるということで体制が整ってるんですね。でもいかんせんちょっと古いということで、ここに新しい光を当てていけば、マーケットは日本の伝統文化ってのはちっちゃくなっていってるけども、でも絶対なくならないから、ここで1位取ればもう不動の立場になれると、しかも40年の歴史があると、
そこにネクシスの企画力や営業力を入れていけばどんどん面白いことができるなといっぱいありますけども、例えばね、ハワイでこの間、着物ショーをやったんですよ。外人500人ぐらいの人集まるんですよ。もうみんな写真持ってすごいんですね。そこで12人絵を見た時に僕涙が出そうになったんですね。素晴らしいんですよ、ね、やっぱりその日本の伝統文化っていうのはすごく重要だと思うんですね。世界に誇れる世界一のいわゆる民族衣装と言われてるわけですよ。でも我々その文化をあまり大事に思ってないわけですよね。で今60何拠点教室があるんですけども、僕がまずやりたいのは表参道のショールームみたいなのを作ってね、そこでね、ウィンドウ越しにねそういう十人一重を見せてあげたりとかね、そのパフォーマンスですね、文化のパフォーマンスをやってったりとか、例えば今、コンテスト、例えば浴衣クイーンコンテストとかですね、キマノクイーンコンテストってやってるんですけども、それにもっともっと東京ガールズコレクションじゃないけどももっともっとモデルさん入れてって、もっと垢抜けたものに変えていって今風にしていきたいとかですね、そこでみんな習いたい意識になるような形を演出してあげたりとか、もっと言うと京都って着物着るんですよね。なぜならば着物を着て歩くシチュエーションがあるんですよ。ところが東京は着物着たい、でも着てどうすんのっていう世界があるんですよ、ね、だったら着物を着たらこのお店が安くなるとか、こういうコースでデートしたら楽しいよとか、こんな感じでみんなで遊びに行きましょうとか、もしくはプライベートで友達と彼氏とこんな風にコースで遊びに行ったら着物着てったらこの店安くなるよとかですね、そういう様々なところを提携して着物を着て楽しい機会をもっともっと演出してあげるとかね、もうたくさん考えてます。いろんなことができるなというふうに思います。キャッチがですね、スポーツで強くなるというキャッチで始めたのがこの星野ドリームプロジェクトなんですけども、もともとのコンセプトは何かというと、この強くなるという部分を僕たちは強調したかったんですけども、今の時代って、まあ、ちょっとスポーツから離れますけども、頑張ってない子をどうするかっていう議論ばっかりしてるわけですね、世の中は。例えばニートにしたってどうするかということを議論してるんですけども、僕が監督と話した時に話したのは、頑張ってる子を応援しましょうと。頑張ってる子を応援するからヒーローが生まれて、そんなヒーローになりたいっていう子たちがまた生まれてくるんだということで、じゃあそれをスポーツの中で表現できないかということで作ったのが星野ドリームプロジェクトなんですね。で、どういうふうにしてるかっていうと、まずそのプロジェクトにたくさんのスポーツ選手に賛同してもらいたいということで、今もう40人以上ね、それこそ荒川静香さんから河合俊一さんからみんなが集まってくれて、こんなスポーツ全体のことをみんなで考えて、若者を応援するというプロジェクト今までなかったと。例えばバレーボールはバレーボールの協会があったかもしれないけども、野球は野球ということで分かれてたけども、その全スポーツを対象にというのは今までなかったということで、たくさんの人が集まってくれました。スポンサーも40数社集まりました。今までオリンピックのスポンサーやろうとかですね、何かをスポンサーやろうとか非常に高かった。それを、若者応援プロジェクトということで非常に安価な価格で、年間200万とか300万という価格でね、そして、出してもらったお金が、若者に行くと、ね、例えばいろいろあるわけです。スポーツってのはもう一輪車から何からマイナースポーツなんかほとんどそのスポンサーつかないわけですよ。でこの子たちはでも世界レベルであると、世界で第2位になれる子がいると。でもこの子は、一昨年はそこまで行ったけど、去年はほとんど試合に出れないと、2位なのに。頑張ってるし努力もして成果も上げてるのに、なんでって言ったらお金がないからなんですね。そういう子たちにそのスポンサーから得たお金をつけていくと、そうやって若者を支援していこうと。で企業にもメリットあって、先ほど言った安価な価格でその子たちが頑張ってる姿、ね、をロゴにして、もしくは写真とかも使って映像も使ってホームページに貼れるとかね、そういう CSR と自分の会社のブランディングにもつながるということで、企業にもメリットを提供して、ね、そしてそのお金で若者を応援すると、これが星野ドリームプロジェクトの基本的なコンセプトですね。仕事って何なんだというのを若者によく僕聞かれるんですよね。でね、僕が昔自分で、考えたというか痛感したというか思ったことがあって、それ何かっていうと、その一生懸命自分頑張ってんのに、いわゆるそのお前みたいな若造がってこう言われるわけですよ。だから期待してほしくても期待してもらえなかった立場からスタートしたんですね。
それが今の時代と違うところなんですね。ただ僕それすごく勉強になりましたけども、三流っていうのは期待されない人のこと言うんですね。で二流っていうのは期待されてもでけへんかった人のこと言うんですね。で一流っていうのは期待通りのことやった人のこと言うんですね。で僕ね、言うんです若者に、僕は一流では認めてもらえなかったんだよと、だから超一流を目指したんだと、期待を超えて驚かさないとダメだったんだと、ね、びっくりささないと次に進めなかったんだよと、やらせてもらえなかったんだよという話をしたら、そんなことはすごい天才とかすごい力がある人じゃないと無理じゃないですかと、期待を超えるなんてと言うから、僕は違うと、仕事っていうのはそんなに難しいものじゃないと、例えば上司から、ね、手書きで企画書をパパッと書かれて、ちょっと上司にこれパソコンで売ってくれって渡された、これぐちゃぐちゃに間違えて返したら、パソコンで売ってぐちゃぐちゃに間違えて返したらこれ三流ですよね。ちょっと間違えて返したら二流ですよね。きちっと売ったら安心ですよね、一流ですよね。でも仕事っていうのは想像と工夫なんだと、ね、だからちょっと待てよと、この人にこうやって渡さ部長から渡されたけども、これってよくよく見たらうじゃなくてえやなとかね、これは手じゃなくて O だなとかね、これは点はここじゃなくてここに持ってきて丸だなとかね、ちょっと待って、これはキャッチコピーだから青にして上にボンだとかね、これはグラフにした方が見やすいなとかね、図にした方が分かりやすいなと、気がついたら500文字が250文字にまとまってめちゃくちゃ分かりやすくなってると、キャッチコピーがバンと色までついてると、それを上司に入って返したら上司はお前これすごいやないかと、これが僕仕事だというふうに思うんですね。仕事とは自分の目の前になることをどれだけピカピカに磨き上げることなのかと、例えばもつ鍋はブームに来ました、もつ鍋も何でもいいです、ブームに来ました、でもブームが去ったらほとんど消えていきます、でも絶対残るとこが、それは何か、めちゃくちゃうまいもつ鍋屋さんなんですね、めちゃくちゃうまいとこ残ると、それが僕は仕事だと思うんですね。めちゃくちゃ自分の仕事を、僕もこんな偉そうに言ってますけども、常に自分にそう思ってます、むちゃくちゃピカピカに磨こうと、このですね、熱狂する力、情熱的な思い、こういうものがね、やっぱ僕仕事というものをね、より輝かしていくと、より大きなステージに立っていけといくという意味でとっても大事なことだと思うんですね。究極の先を追い続ける近藤孝美とネクシーズの挑戦は続く。ザ・プロジェクト日本企業ナウでは、大企業だけではなく我が国の企業の 97% を占める中小企業や、これから大きくなる可能性を秘めた企業にスポットを当て、日々取材を続けています。日本経済が再生に向かおうとする今、日本再生のキーマンたちは何を考え、何を見据えて事業を行おうとしているのか、日本の未来がそこに映し出されると考えるからです。